ラインバージョン、お、気持ちいい、びっくりした。こんにちは、池田真子です。今日の真子チャンネルはアイテムです。はい、今回はセリアの購入品を紹介したいと思います。さっきね、くしゃみ連発してちょっと若干顔赤いんですけど、気にしないでください。はい、それではご覧ください。真子チャンネルスタート。では紹介していきます。まずはこちら、てれん、セリアのシリコーンチップ。こちらがアイライン用と、こちらがアイシャドウ、アイブロウ用です。これを探してたんですよ。結構ね、リクエストでこれ紹介してっていうのをいただいてたんですけど、結構ずっと売り切れで、再入荷されたんかな。今日行った時は結構たくさんありました。開けてみます。はい、中はこんな感じです。ピンクでシンプルな感じがすごい可愛いです。先がアイラインの形になっているのと、斜めにカットされたものになってます。なんかシリコンパフとか入ってたと思うんですけど、それの今度はアイラインバージョン、お、気持ちいい、びっくりした。アイラインバージョンが出たということで、プニュンプニュンって感じの、すごい柔らかい素材です。本当に柔らかいシリコンです。痛くなさそう。で、せっかくなのでね、今日はこちらのジェルアイライナーと唯一持ってるクリームアイシャドウを持ってきたので、これでちょっとね、手に試してみたいと思います。私ね、クリームアイシャドウ苦手でなんですけどね、この100均のやつちょうどあるわと思って出してきました。まずアイラインの方から使っていきます。手にのせてみます。おお、すごい、なんか繊細に描けます。先が細いから、しかも痛くないし、結構描きやすいかも。あ、これめっちゃいいかも。なんかね、これトニモリのやつなんですけど、この上に、この上に上にね、ブラシがついてるんですけど、これなんか固まっちゃって、ジェルのせいかな、固まっちゃってなんかすぐ固まるんですよ。だからもう一回使うってなったら洗ってで、なんかやらないとじゃないですか。だからね、ちょっとあんまりこれ使ってなかったんですけど、これやったら使いやすいかも。でも本当に細くスルスルって描けます。ちょっと今見ながらじゃないので汚いかもしれないんですけど、わかるかな。ちょっとね、この上 のちょっとこの上の2本しっかり描いてるんですけど、結構重ねても削れたりとかしないし、全然使えそうです。次はクリームアイシャドウで試してみます。あ、眉毛描くから、眉毛と思ってこれ眉毛の形描いていこう。眉毛をイメージして描いていきますね。今やってみたんですけど、これは結構難しいかもしれないです。多分ね、このね、テクスチャーにもよると思うんですけど、緩めのテクスチャーだとこんな風にね、塗っても塗っても削れちゃうんですよ、色が。こう形を作ろうとすると、なんでアイシャドウとかの方がいいのかな。あ、アイシャドウに使うのにこんな風にぼかすのは全然使えるかもしれないです、こんな風に。なので、ちょっと手が汚れたくないとかいう方とかに使えるかも。ちょっときつめにこうやってやったりするとね、結構取れちゃうので、もう本当に広げるために使うみたいな、だったら使えるかもしれないです。私はどっちかっていうと、もうね、手でやっちゃうタイプなので難しいなって感じなんですけど、でもこっちのジェルの方はすごいおすすめです。でもこっちのアイライナーの方は結構良かったなっていう印象です。次はこちらです。でれん、 SH ジェルネイルライト対応のベージュとベース&トップコートです。これです。これがね、今話題の新しい新商品みたいなんですけど、もう売り切れで、カラーがベージュしか残ってませんでした。で、こっちが普通のベージュ&トップコートなんですけど、なんか剥がせる用とかもありました。もうついに100均からジェルネイル出たと思って、めっちゃびっくりしました。なんかジェルネイル風のトップコートとかってわかるんですけど、じゃなくてもう LED 対応のネイルということで、めっちゃびっくりしました。びっくりしすぎてびっくりしました、2回言ってもらったけどさ。はい、でもそれぐらいちょっと嬉しかったです。これはね、ちょっと今 LED ライトが実家に置いてるので、また取りに帰った時に動画で試そうかなと思います。ちなみに上を剥がすとこんな形です。縦で塗るタイプなのでね、使いそう。そしてこちらも買いました、ジェルネイルブラシのワイドフラットです。これもね、多分実家にいろんな何本かあったと思うので、ちょっと今回は1本だけ買ってみました。はい、中はこちらです。これぐらいの太さになっています。しかも今気づいたんですけど、これこうやって開けると、え、すごい、ほら、
蓋閉めれるようになってました。これめっちゃいいや。めっちゃコンパクトやし、周りについたりもしないし、100均の進化はほんまにすごいです。そして最後にこちら、てれん、 LJ ジェルネイルリムーバー L です。リムーバーもあるんやと思って、今まで普通のネイルのリムーバーは使ってたんですけど、ジェル用もあったの知らなくてすごい嬉しいです。100円やし、これも落とせるんかな。後ろにね、詳しく落とし方の説明も書いてあるんですけど、ここに、なのでこれ見ながらね、また試してみたいと思います。ということで今回の購入品は以上になります。いかがだったでしょうか。今回は100均セリアの購入品を紹介しました。もうね、最近本当にね、なんか新作アイテムとかこうリクエストいただいたりとかするんですけど、それでね、私もあ、こういうのがあるんやっていうのを一応早く知れたりするので、すごく嬉しいです。皆さんいつもコメントありがとうございます。ぜひ気になるアイテムがあれば皆さんもチェックしてみてください。そしてモクチャンネルは毎日20時にアップしています。チャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。イケダセカンドもご覧ください。ということで今回は池田モカのセリアの購入品紹介でした。バイバイ。